皆さんおはようございます。時刻は9時2分になりました。本日も1時間生放送でお届けしていきます。土曜の朝の情報番組東京もモデルの新井美穂です。よろしくお願いします。今日も快晴ですね。昨日もすごい天気が良くてゴルフ行ってきたんですけども、ちょっと風は強かったんですけど暖かくて、今日もいい天気ですね。東京は最高気温19度とか、20度近くなるそうなので、今日はちょっと外出、その桜とかもね咲いてきたので、外出するにはすごいいい日だなと思います。さて今日のピックアップ情報でございます。新玉ねぎどっさり、新味地鶏炭火焼きや宮崎県産こだわり野菜使用のやみつき系おつまみなど、春を感じる季節限定メニューを、塚田農場にて3月18日より提供開始ということです。さあ皆さん、この地鶏炭火焼きって食べたことありますか？私ですね、今まで食べたことがなくて、半月前ぐらいに私がいつもゴルフ教えていただいている彩香プロから宮崎県のお土産で地鶏のその炭火焼き の、 レンジでチンできるやつを手土産でいただいたんですよ。で、焼き鳥だし、そんなに正直そんなに期待はしてなかったんですよ。でも電子レンジで温めてもう食べたらびっくり、もう衝撃的な美味しさで、焼き鳥にその炭火のいい香りが周りについていて、もう口に入れた瞬間に食べたことのないような本当にいい香りの美味しい焼き鳥なんですよね。で、私なかなか白米っていっぱい食べる方ではないんですけど、その炭火焼きを食べてもうご飯が進む4杯ぐらい食べましたってぐらい本当に美味しくて、それの期間限定のメニューを塚田農場さんにて発売するということです。ちょっと詳しく見ていきますね。株式会社 AP カンパニーが運営する塚田農場は2020年3月18日もう開始してますね、より春のおすすめメニューを提供いたします。春の食材をふんだんに使用した季節限定メニューをぜひこの機会にお楽しみくださいとのことです。で、春のおすすめメニューのご紹介。この新玉ねぎどっさり春の地鶏炭火焼きは1380円です。炭火で丁寧に焼き上げた地鶏のもも肉、胸肉などに新玉ねぎのシャキシャキっとした食感、ほのかな甘さと程よい酸味がバランスよく爽やかに香るこの時期だけのアレンジメニューですと。で、シャキシャキとみずみずしいちぐさピーマンのやみつき塩昆布あえっていうのもありまして、これが380円、結構お手頃なビールとも合うものなんですけど、肉厚で苦味がなく爽やかな香り、そしてほんのり甘く旨味も乗っている宮崎県、ごちそうのピーマンだそうです。食べればわかるこの違いをぜひ感じてください。私好きなもの食べ物ランキングで1位がピーマンなんですよ。もう家にいると必ずピーマンを、千切りというか小さく切って、フライパンで炒めて鰹節と醤油をかけて食べるんですけど、これ宮崎県この間行ってきたんですけど、何がいいってご飯が全部美味しい。本当にびっくりしました。食べたのがチキン南蛮とその地鶏をなんかお店で彩香さんのご家族の方が買ってきてくださって、それも食べたり、あとはですねマンゴーも美味しかったですね。本当に美味しいものがいっぱいで、今あと新玉ねぎがねたっぷりこう地鶏に乗っているものがメニューで出てるので、これは間違いなく美味しいんだろうなと思って、これを昨日の夜に見つけてお腹を鳴らしながら見ておりました。で、これプラスあとサクッとろ宮崎県産新玉ねぎのり塩揚げっていうのもあって、これがポテトチップスあるじゃないですか、それののり塩みたいな見た目はそうなんですけど、これが新玉ねぎを使った、のり塩をかけた揚げ物らしくて、これが380円で、甘味たっぷりの新玉ねぎを外はサク、中はとろっとジューシーに、相性抜群ののり塩味で仕上げましたと。これも美味しそうだなと思います。もうただでさえ私ポテトチップス大好きで、結構ね YouTube の編集とかお供にしてるんですけど、玉ねぎのこののり塩揚げでは絶対間違いないですよね。もうちょっとぜひこれは食べてみたいなと思いました。他にも春のおすすめメニューたくさん出ているみたいなので、ぜひ
気になる方は塚田農場さんのホームページを検索していただいて見ていただければと思います。ということで今週も1時間生放送で東京マンをお送りしていきます。リスナーの皆様どうぞお楽しみください。